と、どうも、ナンバチャンネルのレン君です。アリです。そして作戦考えたんですけど、そうですね、1位から3位までの、これを言ったらナンパできるんじゃねえかみたいな、まあ、そういうのを今決めていこうと思います。じゃあまず、3位。3位は、君の瞳に恋しちゃった。略して君人ね、はい、君人。2位、いい匂いしましたね。気持ち悪い。いい匂い。し1位。1位はちょっと重要ですね。何にしましょうかね。1位。でも1位は、まあ、あなた可愛いですね。まあ、これが結構引っかかるんじゃないか、引っかかるとか、ずれるんじゃないかって感じですね。君可愛い。まあ、この1位から3位でやっていきましょう。なんでこんないない。振り癖。しゅんちゃんの声聞いてるか、はい、君の瞳に恋したんですけど、今お時間ありますかね。ちょっと急いでるんですか。急いですか。ありがとうございました。めっちゃ可愛かった、ね、めっちゃ可愛かった。やばい。ランキング3位って一番厳しいの。あの子めちゃくちゃ可愛いです。金髪行く。あ、そうですね。あの子行きます。あの子行きます。マジっすか。金髪じゃない。金髪はやばいって。あれマフィア、マフィア。あの後ろっすか。あの後ろです。わかりました。あの金髪行きたかったけどめっちゃ怖い。可愛い。行きましょう。はい。かわいいな。ランキング1位。かわいいな。かわいいな。何が。キューキューって言って。失礼いたします。ありがとうございます。すみません。なんてさ、日本人じゃなかったという事態に陥りましたね。日本人ではないです。通じなかった。通じ。かわいいなって言った。かわいいた。かわいた。かわいい。いい人いますか。いねえ。全然いねえ。あの子じゃった。あの子じゃった。本当にあの子。急に自分の世界に。どうしようか。赤色の女の子いきます。はい。めっちゃいい匂いしたんですけど、香水とかつけてますか。つけてないですか。ボディーソープとかなんかつけてますか。何もつけてないですか。スクエアのことですか。何もないですか。すいません。完全に、まあ、止める。完全にちょっと惹かれてましたね。完全に来ました。めっちゃなんかこんぐらいの子がいるんですよ。ひろきさん、結構タイプ。行きましょう。すみません、今お時間ちょっといいですか。ナンパなんで俺。ナンパなんでしないでしょ。気持ち悪い。
気持ち悪い。